あのさ、やっぱり今日は一緒に帰らない？うん、どうせ同じとこに帰るんだし、ちょっと心配で。昨日の今日で学校来て、帰りにまた倒れたりしたら大変でしょ？半分は私のせいだと思ってるから、それぐらいさせてよ。だからほら、行こう。無事到着。大丈夫そうでよかった。じゃあ私先に行ってるね。朝言った通り4階まで来て。もう理事長も来てると思うから。お、来たか。体の方は大丈夫そうで何よりだ。安心したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でもない。君に話さなきゃいけないことがあってね。ま、かけて。あ、そうそう、前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。さて、いきなりであれなんだけど、実は1日は24時間じゃない。なんて言ったら君は信じるかい？まあそうだろうな。しかし君はもう実際にそれを体験してるんだ。初めてここに来た夜のことを覚えてるか？あの日君はいろいろと不思議な体験をしたはずだ。消える街明かり、止まってしまう機械、道に立ち並ぶ棺のようなオブジェ、うすうすは感じたんじゃないか。自分が普通と違う時間をくぐったこと、あれは影時間。一日と一日の狭間にある隠された時間だ。影時間は毎晩必ず深夜0時にやってくるんだ。今夜、そしてこの先もね。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。けど影時間の一番面白いところは見た目なんかじゃない。お前も見たろ、怪物を。俺たちはシャドウと呼んでる。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいるものを襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ、面白いと思わないか？秋彦、どうしてお前はいつも痛い目を見たばかりだろう。まあいいじゃないか、ちゃんと戦ってくれてるわけだし。結論を言おう。我々は特別課外活動部。表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。部長は霧城満君、僕は顧問をしてる。シャドウは精神を食らう。襲われればたちまち生きた屍だ。無気力症、君も聞いたことがあるだろう。我々はあれを影人間と呼んでいる。このところ騒がれてる事件もほとんどが奴らの仕業だろう。実はごく稀にだけど、影時間に自然に適応できる人間がいてね。そういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。あの時君が使ってみせた力さ。シャドウはペルソナ使いにしか倒せない。つまり奴らと戦えるのは君たちだけなんだ。飲み込みが早くて助かるよ。要するに君に仲間になってほしいんだ。君専用の召喚機も用意してある。君の力を貸してほしい。よかった、あなた断るかと思ってた。ちょっと心強いかも。いやー感謝するよ、本当に。ああそうそう、君の寮の割り当てだけどね、このまま今の部屋に住んでもらうことにしよう。偶然のびのびになってたけど、こりゃ怪我の巧妙だね。偶然のびのびってあれは調子いいというか。
我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝愚者のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。というわけで今日の話は以上だ。今後の活動についてはおいおい説明させてもらうよ。君たちもこんな週末の夜に集まってもらって申し訳なかったね。明日は日曜日だし、ゆっくりして。ではこれにて解散で。あれ、分かりにくかったかな。ほら日曜日はサンデーだろ。サンデー、解散デー。やあ、元気かい？前にも会ったはずだよ。もうすぐ終わりが来る、なんとなく思い出したんだ。だから君に伝えなきゃと思って。全ての終わりだよって言っても、実は僕もはっきりとは分かんないんだけどね。それよりとうとう力を手に入れたみたいだね。それもちょっと変わった力みたいだ。何にでも変われるけど何にも属さない力。それはやがて切り札にもなる力だ。君の在り方次第でね。初めて会った時のこと覚えてる？交わした約束はちゃんと果たしてもらうよ。僕はいつでも君を見てる。たとえ君が僕を忘れててもね。じゃあまた会おう。ねえ、いるの？いるなら下まで来て。真田先輩が呼んでるから。呼んできましたけど、どうしたんですか？わざわざすまない。紹介したいやつがいるんだ。おい、まだか？ちょっと待って。もう、純平、なんであんたがここに？紹介ってまさか。2年 F 組の伊織純平だ。今日からここに住む。どうもっす。今日から住むって、嘘、何かの間違いでしょ。この前の晩偶然見かけたんだ。目覚めてまだ間もないようだが、こいつにも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちに力を貸すそうだ。適性があるって、それ本当なの？俺、夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ。つか正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで恥ずかしい。でもまあ、なんつうか、最初のうちは仕方ないんだと。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たちそういうの知ってた？ならいいんだけどさ。まあこれペルソナ使いの常識だから。けどさ、正直驚いたぜ。お前らもそうだって聞かされた時はさ。まあでも知ってる顔いてホッとしたっつか。さすがに一人じゃ不安じゃん。お前らもさ、俺っちが仲間になって本当んとこ嬉しいだろ？え、まあね。そういうわけだ。よろしく頼んだぞ。だいぶ戦力が整ってきたな。これで始められそうだ。お、早速何か始まるんすか？
やー、ワクワクするっす。これだけ頭数が揃えばあの場所に挑める。あの場所ってタルタロスですよね。タル…なんすかそれ。影時間の謎を解く鍵がある場所だ、おそらくな。謎を解く鍵か。明日の夜、理事長から詳しい説明がある。そのつもりで準備しておいてくれ。ちょっといいか、今晩4階の例の部屋に集合してくれ。伝えたいことがある。お、早速あれのことっすね。詳しい説明はその時にな。じゃあ伝えたぞ。ほんと用件だけ言って去ってったな。私たちと違って忙しいんでしょ、生徒会とかそういうのでさ。え、あれ、ユーカリッチってキリチョウ先輩のこと嫌い？別に嫌いじゃないけど。さーて、ようやく終わったな。呼ばれたのって早速ってことだろう。早いとこ帰ろうぜ。まさかの人身事故で遅延とか。もう暗くなってるしよ。最近こういうの多いよな。無気力症とかいうのも流行ってるし、世の中やばすぎだろ。みんなもうついてるってよ。俺らも急がねえと。俺腹減ったんすけど、この商店街便利だよな。割と食い物揃ってるし、夜もやってるし。そういや、上のラーメン屋もさ、夜限定の裏メニューとかっつって。おお、分かってるって。